なんです。本日なんですけども、ズバリ宅飲みでございます。ただ何を作るかまだ決めてないんですよ。だからこれからスーパーに買い出しに行って食材を購入してきて、それで何かを作ろうかなっていう、そういう感じです。ただまあ今こういうご時世じゃないですか。頻繁にスーパーと自宅を行き来したくもないので、ちょっとまとめがいいですね。今回僕が狙っていきますのは、今現在時刻が夜の8時半なんですよ。でうちの近所のスーパーは9時に閉まるんで、今このタイミングでお勤め品っていうか半額になってるやつ、もうあと30分もしたら閉店して全部廃棄されちゃうやつ、それをごそっと買ってこようかなと。他の方もね、部屋がならんことね。でまあせっかくのこのタイミングですんで、まあ、あくまで僕流とか我流になっちゃうんですけど、谷崎流の、備蓄の仕方とか、なんかそういったものもお伝えできればなと思います。ということで、まずはこれを着替えるとこからやな。というわけで早速、本日もう作っていきましょう。さあでは作っていきましょうか。本日の食材がお勤め品各種、意外と集まりましたね。一応ラインナップをご紹介すると、お肉部門からは鶏皮で、鮮魚部門からはキビナゴ、キビナゴとかようあるよねスーパーに半額でね。でお野菜部門からはフキ、アスパラ、セロリ、長芋、ニンニク、菜の花で、ここに隠れてるスナップエンド、まあ中にはお勤め品じゃなかったものもあるんですけど。で今回の食材の中で一気に食べずに備蓄しようかなと思ってるのが、まずアスパラんで、フキ、鶏皮、まあ大体こんな感じかな。あとは多分全部食べきっちゃうと思うけど、では早速調理に入るその前に、本日のメニューのラインナップのご紹介です。1品目、キビナゴの天ぷら。2品目、親の顔より見た鶏皮ポン酢。さすがに皆さんもう飽きたかな。3品目、長芋短冊。4品目、ふきと大根の炒め煮。で、5品目、菜の花と白身魚の塩昆布和え。6品目、アスパラとベーコンの炒め物。で、あとはちょこちょこっとしたものとして、セロリのポン酢漬けと、ただスナップエンドウを湯がいただけのもの。以上、今回はこういったラインナップで参ります。で、本日も張り切って参りましょう。じゃあ今回要所要所でお出汁を使いますんで、一晩浸した出汁昆布を、はい、火にかけて、いつも通り70度弱でごく弱火、あとはこの温度を保ちつつ1時間。ではこの間に今回使う白身魚の下ごしらえに巻いてみましょうか。もうだいぶ鮮度も下がってもブヨンブヨンの状態なので、ちょっとこれ余分な水分抜きます。まずはバットに薄くお塩うっすらとまんべんなく引いたら、皮目を下にして並べて、こちらの身の方にもお塩、身の薄いとこは薄く、身の厚いとこは少し強めに、あとはこれを立てかけて、お塩の浸透圧で水抜き、あれから約30分、だいぶ水も出てきましたね。あとはこれの水分拭き取って、とりあえずこれで下処理完了。ちなみに今のこのバット結構こんな感じでもう水分びっしゃびしゃなんですよね。結構水分出るもんでしょ。じゃああとはお出汁の続きに参りましょうか。1時間経ったらまず昆布回収からの火加減アップ。だんだんと沸騰してきましたら、いつも通りこのブワッとぬめりのお装置、あとは火を止めて、はい、鰹節ワッサー、はい、もう一丁ワッサー、あとはいじくり回さずこのまま2分、あとはこれをさらしでこせば鰹と昆布の合わせだし完成。よいしょ、ではまずこちらのフキから参りましょうか。ちょっとでかすぎてもう入りきれてないんですけど、まずはこっちの下、ここのちょっとバッチリところをガツッと取りまして、あとはこの後湯がくお鍋のこのサイズに合わせて、まずは切ってあげて、じゃあこの切り終えたふきに塩バッサー、まずは板ずりですね。色よく仕上げるっていうのと、この後皮を剥くんでその皮が剥きやすいように、でちょっとこちらの塩を洗い流して、ここまで終わりましたら 1% の食塩水を作って、まあ正確には 0.8% なんですけど、ちょっとこれ飲んだ時に美味しいお味噌汁やなーって感じるくらいの塩分量、そしたらこのぐらぐらしたところにこの水洗いしたふきをポイで、茹で時間としてはこういった太いやつがだいたい5分くらいで、こういった細い先端の部分がだいたい3分くらい、ちなみに火加減は終始ずっと強火強火。湯がき終わったらこれを氷水にドン。完全に粗熱が取れましたら、ふきといえばの皮むきですね。このアクで利き手の親指の爪真っ黒になりますんで、嫌な方は手袋とかはめてね。じゃあまず切り口のとこから取っかかりをまず作って、
この取っかかりを全部つかみーの、せーの、一発でベロンと。で今こっち側から向いたんですけど、ただこっち側にもあのなんていうかな、取り残しが必ず出ますんで、こちら側からも取っかかりを作って、また一つに束ねて、これで美味しい状態。あとはこれを無心でやり続けるだけ。ここまでくればこっちのもんですね。あとはこれを清潔なタッパーに入れて、ここに清潔なお水、あとはこれを冷蔵庫、どんぐらいかな、1日に1回このお水を変えてあげれば1週間弱ぐらい、そのぐらいは常備できますんでね。ていうかこれはさすがに喜ばれそう。ちょっとこれ差し入れに行ってこよう。でこのフキの葉っぱなんですけど、ちょっとね鮮度が悪いけど食べれそうなんで、先ほどの茹で汁にポイ、あとはこれもずーっと強火で、茹で時間としては3分ぐらいかな。ちょっとアク抜きというか下茹でですね。じゃあこちらも冷水にとって、まずは一旦この水分をギューッと、そしたらここに薄口醤油ちょっとなじませて、ちょっと今日こちら菜の花と一緒に和え物にしようと思うので、しっかりと醤油洗いまでして、あの和え物が薄くならないように味が、ふん。あとはこれを食べやすいサイズ感に、刻んで揚げるだけ。でこれと全く同じ作業をこちらの菜の花でも。そしたらあのフキのアクでだいぶ汚れたので、もう一回塩水作り直して、まずは根っこポチャン、どんぐらいかな、30秒ぐらいかな、30秒ぐらいしたら全体をパサッと、で全体をサッと茹でて、どんぐらいやろ、1分ぐらいかな、うん、もう大丈夫そう。ほいほい、こっちが菜の花、こっちがフキの葉っぱね。そんならば続いてここら辺のお野菜たちの下準備に参ります。で1個あのこのセロリポン酢漬けにしようと思ってたんですけど、もうだいぶしなしななんで、こちらのアスパラと一緒に今回もベーコン炒めにしちゃいます。よし、では行こう。じゃあまずアスパラから、こっちの下の方大体3センチくらいかな、ここら辺まではすごい硬いので、ボッコンってなってるこの節のところ、ここら辺でポキッと折ってあげるだけ。せーの、あ、これ失敗。で、この袴は今回もう取らんでいいかな。うん、いいや、このまま使っちゃおうきよ。で、今回使うのはこのうちの半分くらいかな。残りは備蓄に回しましょう。今から使う分は食べやすいサイズにカットして、あとはこれを炒めるだけ。こちらはまた後ほど。でセロリは下の変色している部分だけ落として、あとは食べやすいサイズ感に、切ってあげるだけ。んでこちらの次がスナップエンド。このスナップエンドをこの両サイド、この両方に筋が走ってるんで、それを取りたい。で僕の剥き方はこっちのガクとかある方じゃなくて、こっち側こういう感じになってるの分かりますかね。ここの先端を反り返すようにペキッと外して、あとはこれをギーッと、ここまで来たら次はこっちをペキッと、反対側もツー、これが僕の剥き方。こっちのベーコン炒め用はもうこれでいいとして、備蓄用とスナップエンド、ちょっとこれだけパパッと湯がいていきましょうか。はい、 1%。 じゃあまずはスナップエンドから、茹で時間はだいたい2分くらいかな、浮いてこないようにしながら、しっかりと冷ましたら、このスナップエンドさっき筋を取るときにあの穴が開いちゃってると、ここに水が入っちゃうんですよ、こういう感じで。だから水が入っちゃったやつはしっかりと水を切って、
これでもう美味しく食べれる状態で、この状態で冷蔵庫でだいたい2日ぐらいでまとめて作るなら、もうこれ冷凍しちゃって食べたい時は流水解凍で、冷凍であれば、保存期間としては気持ちの分だけ小分けにして冷凍しておくの結構おすすめ。ただ僕はもう今日全部食べちゃうんですけど、これを冷蔵庫でキンキンで冷やせば完成。じゃあお次がアスパラ、ちょっと固めにしたいので1分半ぐらいかな、ぶっといのは2分。茹で終わったらこちらも氷水で冷やして、細いやつは1分、太いのは1分半でよかったな、ちょっと茹ですぎた。水気をよーっと拭ったら食べやすいサイズにカットして、ジップロックからの圧縮、肺活量を使うのが一番早い。あとはこれ冷凍しておけば保存期間は気持ちの分だけ、これ結構便利。よっしゃー、じゃあシャシュリーももうちょっとですね。これがベーコン炒め用のニンニク、じゃあさすがにこれはちょっと大きいのですごーくラフにザクザクっと刻んであげて、あとはベーコンとフキの炒め煮用の豚肉、これで下処理完了。じゃあここからいよいよ本調理に入っていきましょうか。でここまでだいぶ時間かかりましたけど、こっから先はバババッといきますんでね、とりあえず2品3品一気に作っちゃいましょうか。じゃあこちらね、一回あらかじめ湯がいておいて水分をバッチリと取ったこの鶏皮、まあ多分今日これ全部は食べきれないんで、使わない分はジップロック、でこれはあと肺活量で真空に、でこれも冷凍しておけば保存期間は気持ちの分だけ、小分けにしておくのがおすすめ。じゃああとこちらはちょっと今日は鮮度も悪いので、ちょっとね酸化した油っていうんかな、臭かったんで鶏皮が湯がき終わってから炙るタイプです。まあおかげでこの香ばしい香りがより立つんで、よりアダルティーな鶏皮ポン酢、今日はそういうイメージです。あとはこれを食べやすいサイズにカットして、食べる直前にポン酢とネギボーンで完成。ただこれ冷やすとコラーゲン固まって団子状になりますんで、そこだけご注意いただければ、冷蔵庫に入れるならもう一回レンチンしてあげるとかね。はい、次、じゃ続いて長芋、まずは扱いやすいサイズにしたら、まず一発落としの落としたところで固定、あとは適度な幅に刻んで、いやさすがにちょっと長いな、ちょっと一発半分にしよう。あとは食感が残るようにこう入ってる繊維に沿って、切り方のコツとしては、他の食材切るときは押したり引いたりするんですけど、それやっちゃうとこれヌルヌルヌルっとするんで、こうやって上から下ろしてあげる感じ。あとはお醤油、刻みわさび、練りわさび、何でもいいんですけど、今日はなんかこの気分、今こんな便利なものあるんですね。しそ練り梅、これをギュン、あとは仕上げにかつお節ボーンで完成。こういう箸休めがね1個あるといいよね。では続いてがふきと豚肉の炒め煮ですね。じゃあまずこちらのふきはどんぐらいかな、4センチ5センチくらい、このくらいに刻んであげて、ここのとこは備蓄にこう、てかこのふきを刻むのめちゃくちゃ気持ちいいんで、もしご機会がありましたらぜひ。中が空洞やけどこうなんか音が響くんですよね、すんごい気持ちいいですよ。そしたら今回のふきの煮物に使う調味料たちをせーの、こちらからだし、濃い口醤油、みりん、日本酒ですね。で今回の比率なんですけど、ずっと僕のチャンネルをご覧いただいてる方は多分もう分かると思います。煮物をですよ、ということはこちらから10対1対1対1ですね。
んで、あのプロの方とか料理の詳しい方はこれ濃い口醤油じゃなくて薄口醤油を使うと思います。っていうのもこのフキの香りとか色味を大事にするため。フキって結構色を吸うので、この鮮やかな緑が茶色になっちゃうんですよ、あの薄口醤油を使っても。だから濃い口で作るともっともっと茶色っぽくなるんですけど、多分薄口醤油を使うより濃い口醤油を使った方が多分ね、お子さんとかも食べやすくなる味付けになるかなと思います。あの醤油の香りがガツンと入るんで、なかなか小さい子にフキの香りの良さとかは伝わりづらいですからね。あと濃い口を使った方が結構ご飯のおかずになる。まあどちらを使うかはお好みで。でこういう素朴な煮物を作るときはぜひ料理酒じゃなくて日本酒を使ってほしいんですよね。結構変わりますよ、味わい的に。素朴であれば素朴であるほど。よし、そしたら全部これらをまとめて、これで煮汁の完成。ね、結構黒いでしょ。これが濃い口醤油の力。じゃあここでお鍋に火をつけて、まずは豚バラ、豚バラの油を出しつつ軽くだけ焼き目をつけてあげて、あ、今あの火加減は強火です。強っ。そしたら続いてふき、この豚肉の油をまとわせて、どうしてもあのふきって油脂分がないんでね、豚肉が苦手なら油揚げとかで。じゃあここに煮汁、おお、ぴったり、こういうのすごい気持ちいい。じゃああとこのアクは掃除して、あと多すぎる豚の脂も、ここまで来たら火加減を弱火でも、ふきは火が通ってるんで一応豚肉の生煮え防止でこのまま1分くらいちょっと沸騰させてあげて、あんまり煮てもふきの食感がねなくなっちゃいますんで、1分経ったら火を止めの、はい、封印。あとはこれが冷めれば完成。あー簡単。で残りが天ぷらとバター炒めとこちらの塩昆布和え。じゃあまずこちらの鯛は、ちょっとみっともね、こういった縁側は外しちゃって、あとは普通のお刺身引くときよりも若干分厚めに削いで作って、こっちのスズキも同様に、この状態まで来たらまずこっち、もうこっち醤油洗いして醤油の風味が若干入ってるんで塩昆布を振り散らしてちゃっちゃっちゃっと和えるだけ。んでこっち、こっちにも塩昆布と、あとは刻みわさび、なんか両方とも全く同じ味になってもつまらんかなと思って、こっちはわさび入りで。やっぱこういう和え物は手で和えるに限るね。あとはこれを盛り付けて、上からパラッとごまでも振っとけば旬野菜と白身魚の塩昆布和え完成。ちなみにこれが一人前、僕はこっち。じゃあお次がバター炒め。まずはベーコン、まずはベーコンに焼き目をつけまして、焼き目がついたら一度回収。あとはこのベーコンの油でニンニクに色をつけて、じっくりと色づけたらまずはセロリの茎、んでアスパラ、この油を回してあげるような感じで、ここでベーコン戻しの塩コショウ、あ、忘れ物、セロリの葉っぱで、鍋肌にお醤油、全体に馴染んだら真ん中ほじくって、そこにバター、しっかりとバターを溶かしてからお皿にドーン。あとはダメ押しのガーリックパウダーと、もうどうせ自宅でレンゲンガッツリ振っちゃいましょう。
あと彩りのブラックペッパー。これでガーリックバター醤油炒め完成。じゃあ、あとこのきびなごを天ぷらにすればもう終わりなんですけど、さっき取った大量の出汁がまだ余ってましたんで、だし巻き卵にしちゃいましょう。で、僕のだし巻き卵の比率は、卵 M3 個、だし 90cc、 薄口醤油小さじ1/2、塩1つまみ。ちなみに今回は明太だし巻きですね。スライド、あとは巻きすにとって形を整えてあげれば、これで完成。じゃあ、あとは大根おろしに、こっちは練り梅、こっちは卵黄、それからお塩、よーと混ぜ合わせて、あとはなんかうまいこと盛り付けて、これで大皿完成。あとは思いの丈をきびなごにのせて、170度の油の中へ。で、あのこのきびなごを揚げるときも頭も内臓もついたまんまで、あの軽く水洗いした後に、で泡も小さくなって持ったときにフツフツとしてきたら、先端を油にちょん、最後パッパ、先端ちょん、最後パッパ、あとは立てかけて油を切ってあげるだけ。超絶うまい。ではここから盛り付けに入ります。今回のお味は燻製岩塩と藻塩とカレー塩で温め直したふき。あとは他のメニューたちも並べて、はい、これで宅飲みフルセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。宴、あーお腹すいた。いただきます。さて、どれから食べていきますか。じゃあ、初手安定のスナップエンドウ、やっぱこれは外さんよね。マヨネーズべっしょべしょにつけて、あ、やっぱ安定してうまいね。ポリッポリね。でもお上品にお箸使ってますけど、まあ、実際僕が食べるときは家で手でいくよね。一瞬で完食。じゃあお次はね、まあったかいうちに天ぷら。個人的にはカレー塩が好き。あ、もう安定してうまい。やっぱこの頭と内臓付きがいいよね。ちょっとほろ苦さがあって、で、やっぱ頭ってすごい味の濃い部分なんで、普通の魚の切り身にしたやつの天ぷらと比べるとめっさ味が濃い。そして何より調理が楽。まああの揚げ油の処理が大変やけど、でこの揚げ物を食べて、あ、若干くどいなと思ってきたら、このタイミングで今回のこの塩昆布和え、ここんとこが菜の花ゾーンかな。やっぱ菜の花は綺麗ね。ちょっともうつぼみがこう開いちゃって花が咲いてますけどね。まあしょうがない、しょうがない、半額だから。あー、このほろ苦さがたまらん。なんというかこのフレッシュな苦味というかね、うまいわ。で、ここんとこがフキの葉っぱ、あー、なんというか大人な味。フキの香りがすごいね。
なんだろう、この吹きの茎のところ、ここの風味をギューンと凝縮して15倍くらいにした感じ。ここ全部吹き。んでね、やっぱちょっと繊維は感じるね。小さいお子さんやったらちょっとこれ飲み込みにくいかもしれん。一気にガラッと頬張るとね。んで、めちゃくちゃ美味しいんですけど、ちょっとアクはあるかな。このくらいの量なら全然構わないんですけど、もっといっぱいもさっと盛ると、多分最後ら辺口の中がチカチカするというか、こうイガイガするというか、なんかそういう感じになりそう。これは適量を食べるって感じですね。あーでもやっぱうまいわ。じゃあこっちをタイとスズキの塩昆布和え。あ、これはうまいわ。あでもこれ表現難しいな。やっぱ昆布が入ってるんで、風味としてはちょっと昆布締めみたいな、そういった感じ。ただ昆布締めみたいに昆布の風味をこう移してるわけじゃなくて、もう表面にがっつりまとわせているんで、力強い昆布締めって感じかな。で、昆布締めにすると、この魚の水分を昆布がこう吸ってくれるんで、ちょっとこうねっとり感、もっちり感とかね、そういったものが出てくるんですけど、これはその作業をしてない分、まだね、若い刺身って感じ。今回ちょっとあんまり鮮度が良くなかったんですけど、これもっと鮮度のいいやつでやったらすごい美味しいと思う。このパリンパリンに跳ね返すお刺身なのに、昆布締めの風味があるみたいなね。おそらくこれは僕の今後の晩酌人生においても結構作ると思います。これはうまい。菜の花とフキの葉と白身魚の塩昆布和え完食。今回ビールで合わせましたけど、多分あれね、日本酒の方が合うと思う。個人的には奥行きが長い甘めな日本酒が合いそう。鼻に残る昆布と、あと吹きの香り、これが残った状態でさらに日本酒加えて、ここを官能的にする感じ、多分すごく美味しいと思う。そしたらね、だし巻き卵があかん、ちょっと色変わってきた。表面が乾いてるというかね。べらぼうにうまいわ。明太子の塩分がちょうどいい。そしてふわふわ、中のおつゆというかおだしジュース、口にビャッとくるね。あっつ。じゃあこちらに梅おろしのっけて、こういう状態で、あーうまい。さっぱりすんね。あでもあれだわ、梅すごいわ。明太子の風味全部飛んだ。なんだろう、モロハの剣って感じ。さっきこっちの黄身おろしの方がいいのかな。黄色と黄色でこうなんか色合いも綺麗やしね。個人的には黄身おろしの方が好き。でもとりあえず明太だし巻きがうまい。はい、だし巻き卵完食。じゃあここら辺で箸休みの鶏皮。今日は炙り強めですからね。あやべ、冷えて固まっちゃった。あーうまいなー。普通に湯がくタイプやと、むに、ぐに、ぐにゅんみたいな、ああいう食感ですけど、最後にバチッと炙ってあげると、もっとね、食感が強くなるというか、地鶏とかああいった皮とは違いますけど、普通の鶏皮よりかは歯ごたえが強い。そして油臭くない。すごく香ばしい。多分こっちの方が女性の方とかは好きかもしれん。いや、これはいい酒のあてだわ。はい、鶏皮ポン酢完食。じゃあここらでいよいよこっちのバター醤油炒めですね。あーめっちゃいい香り。これはバターとニンニクの香りですね。てかちょっとぬくめ直しすぎたかな。やばい、野菜たちがしんなりとしてるわ。あ、やば、完全にぬくめ直しすぎた。セロリのポリポリ感、あれが飛んじゃいましたね。まあそういう時もあろう。でもね、アスパラの茎の根元の方、ここのとこはまだちゃんと食感が生きてる。でも味としてはもう問題なくうまい。これハイボールでもレモンチューハイでもいけるやつやわ。あ、このアスパラの穂先の方、ここすんご、
もう元々結構しんなりとしてたっていうのもありますけど、火通しすぎてもうトロットロ、もうこの上顎にベロでグッてやるともうその瞬間に分解するぐらい柔らかで、香りがいいね、やっぱ穂先はね。でもやっぱり僕は食感の強い根元の方が好き。ガーリックバター醤油炒め完食で、ちょっとバターが効いてきたなっていうこのタイミングでちょっと山々短冊でリフレッシュ、上に刻み海苔をファッファッと、いやさっぱりすんね、もう口内油分全リフレッシュって感じ。いやいい酒のあてやわ。でもあれや、さすがにこれちょっと盛りすぎたかな、ちょっと体が冷えそうやな。うん、これはちょっと無理せず食べれる分だけ食べよう、風邪ひきたくないし。でこっちのフキの煮物がですね、ちょっと冷めちゃいまして、油固まってきちゃったんでちょっとレンジン、よいしょ、ほっかほかですね。個人的にはこっちの太いやつよりも先っぽの方というか、この細い方、こっちの方が好きなんですよね。これ音聞こえるかな、まずは太い方の音、それに対してこっちの細い方はなんかよりショリショリ感というかね。でなおかつこっちの太い方、こっちはちょっと繊維が太いような気がするんですよ。でも先端部分の繊維が細いんで、口に繊維が残らないというか、すんごい美味しい。でも食べた時の口の満足感で言うとこっちの太い方なんですけど、あーうまいね、ちゃんと豚の脂を吸ってるもんね。あーこれ白米欲しくなるわ。で個人的にはこのフキを豚肉で巻いて、この食べ方が好き。というわけでフキの煮物を完食。やっぱうまかったね。なんていうか時期のものを食べるってのが一番幸せやわ。なんていうかね、時期のものってなんかこう地脈から流れるエネルギーをこう吸い取って、その時にバッと出たものみたいな、なんかエネルギーみたいなものを感じる。やけん元気になる。でこっちはまあ食べれる分だけ食べるとして、残りはあとこちらの天ぷらだけですね。でちょっと味変用でこのめんつゆも持ってきてみました。ちょっとお塩だけやと飽きちゃったので、と言いますことで、いやーうまかったね、いい晩酌でしたわ。まあ、基本的には全部欲しかったんですけど、今回の MVP 的にはフキの煮物と明太だし巻きと塩昆布和えかな。で今回ね、フキを使ったんですけど、やっぱりねその下処理というかその下ごしらえ結構時間かかっちゃうんですよね。まあ、でも今なんていうかな、自宅待機の時期というか、不要不急な外出を控える時期でもあったりしますので、備蓄を増やすっていう意味でもなんかちょっとこう興味を持った方がもしいらっしゃいましたら、この時期になんかやってみるのもいいのかなと思いますけど、もしくはだし巻き卵、概要欄にも貼っとこうと思うんですけど、以前作った時、もお伝えしたけど、やっぱだし巻き卵とか卵焼きとかこういったものって結構経験値というか、こう何回も何回も繰り返していかんとこう一気に上達するってことはないかなと思いますんで、なんかこの時期を使って卵焼きというかだし巻き卵で挑戦してみるとか、なんかそういう時期に当ててもいいのかなと思います。まあ、ただそんなに卵焼きとかああいったものって日もすするわけじゃないので、時間が経てば経つほど味も劣化していくんで、一気に僕みたいに何十本で巻くことはできないかなと思いますけど、まあ、でももしご機会がありましたらぜひ、っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。